いすぎて入れません。はい、はい、矢野さん、矢野さん登場でございます。ありがとうございます。矢野さん、今ちょっと試飲してもらいましたけれども、どれが美味しかったですか？ビーレジェンドは結構全部さっぱりしててね、はい、意外にそんなバナナが美味しかった。そんなバナナですか？今あの気になってるのはメロメロメロンが気になってるってことで、またちょっと後で飲んでもらいたいと思います。メロメロン飲みたかったな。ありがとうございます。ちょっとなんか体ちょっと見せてもらっていいですか？はい。おお、ちょっとお2頭でかいですね。前腕まででかいですね。お3頭が腫れてます。3頭腫れてますね。ちょっとこれあれですね。おー、腹筋、防弾腹筋、元祖防弾腹筋、なかなか。ありがとうございます。あ、向こうでサイヤマンも腹筋が向こうでサイヤマンの防弾腹筋が、ね、あっちで。おー、いたいた。すごい。ちょっと矢野さんとサイヤマンと並んで腹筋ちょっと並べてもらっていいですか？これなかなかレアだよ。サイヤマンと矢野さんの腹筋、これはすごい。これはすごい。すごい。矢野さんがすごい。すげえ。ビフォア。ライズアフター。矢野さん。すごいことになってきた。この2頭は矢野さんに、上田さんに、マッチョ29メンバーに、実はここでサイヤマンももうなんかファンに囲まれてます。これはなんかすごいことになってきたぞ。なんか物腰柔らかいサイヤになってますね。はい、 OK です。どうぞファンの方と交流を取ってください。いやいや、これはすごいぞ。で、川西くんが写真を撮ってるっていうね、このシュールな絵がね。はい、マッチョサイヤマン撮影が始まりました。マッチが半端ない。マッチョだらけ、マッチョだらけで、マッチョだらけだよ。やばいっす。めっちゃ何回も見てる。あれです、上からサムネにさせてもらいます。あのプロテインスイーツをですね、作ってきていただいたようなので、いただきたいと思います。ありがとうございます。ちょっと紹介してください。千葉県から来ました、山崎先生のプロテインスイーツのお手伝いをさせていただいている中沼です。ありがとうございます。山崎志保さんのプロテインスイーツに通われてます。そして、これ作っていただいたのが何ですか？ビーレジェントさんのくまモンのみかん味で作ったムースになります。ビーレジェンドくまモンで作ったプロテインスイーツのムースです。これなかなか美味しそうですね。ありがとうございます。ぜひぜひ食べてください。はい、ありがとうございます。なんか、お、いっぱいある、いっぱい出てきた。ありがとうございます。大盛況、もう大変でした。今ちょっともう次の出張に向かうために出ましたけれども、皆さんありがとうございます。はい、今会場を出たんですが、結構ね、出る間にもなんか何人か捕まってお話とか握手してくださいとかあったんですが、そのまあなんとか出たので、ちょっと次の出張先に向かいたいと思います。まあ、スポルテックはこんな感じで、今回は終了です。それでは。